2600票余りの差で鹿児島一区の議席を獲得した立憲民主党の川内博史さんと中継がつながっています川内さん KYT の内田と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いいたします本当にありがとうございます当選おめでとうございます本当にありがとうございます皆様のご支援のおかげさまでございます感謝申し上げます昨日はほとんど寝られていないということですが今日は今朝朝早くから辻立ちをされたんですよね はい、そうですね、あの何をおいても、市民、県民の皆さん、有権者の皆さんと喜びを分かち合いたいと思って、立たたた。せていただきました、うん、やはりこうやって立っていると、立憲民主党へのこの期待感というのは感じますか。いやあの、すごく感じておりますし、だからこそ、責任の重さにです、ね、身が引き締まる思いでもあります。うん あの今回は政治と金の問題があったので、これ立憲に期待の思いで一票を投じた方も当然多かったと思うんですが、ちょっと意地悪な言い方をすれば、はい、消去法で川内さんに票を投じた方も、はい、もしかしたら多いかもしれない。うん、このあたりはどう受け止めてますか。いやあのそらそうだと思います。はい、あのこれまで自民党員で自民党を一生懸命応援してきたんだとだけど、うん、今回はもう川内あんたに入れるよと。 いう声をすごくたくたた。さん聞きましたあそういう意味ではですね、はい、あのその,あのこうやりきれなさとか残念さとかうそういう有権者の皆さんの思いというものをですねあのしっかりと希望あるいは期待というものに変えられるように、はい、8期目のお仕事をですねしっかりやってまいりたいというふうに思っております。 あの川内さんというとこの自民党をです、ね、通列に批判する姿というのが選挙戦でも非常に印象的だったんですが今後はこの批判するだけでなくて政策を実現するためにどう立憲民主党の中で動いていくかというのも非常に大事になってくるかと思うんですが、はい、そうですね、はい、あのだからこそですね私はもう自公政権は限界に来ているというふうに申し上げてきたので、はい、あのもちろん立憲は今回 比較第一党にはなってないわけですけれどもあの野党が240議席以上の議席を持っているわけですから全部足すとですね、ええ、そういう意味では野田さんが中心となって野党の政権を作ると野党が与党になるという必要があるとその際にですね政治とお金の問題がこの総選挙の争点であったと、はい、だから政治資金規正法の改正 えー、企業団体献金の禁止などをですねしっかりやりますよと、それから物価高対策やりますよと、野党半島対策やりますよという、この3つでですね、えー、野田主犯を実現し、でそれが、あのー、しっかりと予算が通り、法律が通ったら、また総辞職しますと、その後のことはまたあのいろいろみんなで議論しましょうというような形でですね、うんうん あのみんなに呼びかけて、とにかくこれをやるんだという政権を作るべきだと、確立すべきだと、野田代表にも申し上げたい,とい,うういあのお時間が少しずつなくなってきましたが、この低迷する投票率からも分かるように、はい、政治に対しても、も自民とか立憲とかではなくて、はい、もう政治自体にこうなかなかこう期待を持てなくなっている人も多いかと思うんですが、うん、そんな中で国会でどんな姿を見せてくれますか。すね、あの国会であの 本当にあ国民の生活のことを考えているんだなと、はい、政治というのはみんなの生活とか暮らしとか仕事を支えるために政治や行政があるわけですから、はい、あそういうことをちゃんと考えてくれているんだなということをご理解いただける議論をすることそして地元で御用聞きをしみんなの悩みを聞いて回ることこの2つ車の両輪で信頼回復をしていきたいと。と いうふうに思っていますわかりました今日はお疲れのところありがとうございました、はい、4年間頑張ってくださいはいはいありがとうございます